7月4日に放送されたフジテレビのニュース番組ライブニュースイットでは同日から大谷選手の全打席の内容を伝えることを発表しましたメインキャスターの青井実アナウンサーは番組の途中で今日からイットは大谷選手の全打席をお伝えしますと発表しました女性キャスターの宮司学美アナウンサーが全打席本当に全部ですかと確認し青井アナウンサーははいやりますと強調しました ダイヤモンドバックスとの試合では、大谷選手の最初の打席で、シングルヒットを放ち、その後の打席も、詳細に放送されました。続いて、第2打席は空振り三振、第3打席は、ライト直球、第4打席は、フライアウトで終わりました。7月3日の番組の終盤では、青井実るアナウンサーが代表して、大谷選手や関係者に謝罪しました。大谷選手が、27号ホームランを打った試合の報道の後、青井実るアナウンサーは頭を下げて、 当番組では、大谷選手の新居について取材、報道しましたと述べました。大谷選手、ご家族、代理人の方々に、ご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんと、謝罪しました。青井稔アナウンサーはさらに、現在、多くの観光客や、地元の方々が、大谷選手の新居を訪れていますと強調しました。大谷選手の自宅などのプライベートな空間への訪問は、お控えください。もし彼に会いたいのであれば、 スタジアムに足を運んでくださいと呼びかけました。フジテレビだけでなく、テレビ局で働く人々も、新聞やラジオで働く人々と同様に、非常に頑固な人々です。そして、メディアを罰する法律は、ほとんど存在しません。これは日本テレビ、NTV にも当てはまり、もし彼らに一辺の良心があるなら、関連する番組のスタッフは、厳しく処罰されるべきです。大谷に関連する全てのニュースを停止し、もし、損害賠償請求の訴訟が起こった場合、 彼らは即座に和解し、すべての費用を負担すべきです。放送局はニュースの70%が政治、経済、社会、国際情勢に焦点を当てることを宣言すべきです。残りはエンターテインメントとスポーツのコーナーに当てられ、野球は MLB の日本人選手の成績や NPB の結果を詳細に報じます。 最近、テレビのニュース番組は、情報番組だけでなく、エンターテインメント番組も含めて、一日中、大谷が何本ホームランを打つかを予測しています。彼がホームランを打てば、素晴らしいと言い、打てなければ別の理由を見つけて、素晴らしいと言います。試合がない場合は、過去の試合の内容を取り上げて、素晴らしいと称賛します。私は、大谷を期待しており、彼が良いプレーをすることを嬉しく思いますが、テレビ局が視聴率を稼ぐために、 彼を利用するのを見ると、彼が良いプレイをしない方が良いとさえ思います。イットは、どうしてこんな風に変わってしまったのでしょうか。最初、この番組は、加藤綾子がメインキャスターだったため、人気がありました。その後、宮島奈美も、メインキャスターとして続けられました。しかし、今では、青いミノルが一人で番組を進行しているように感じます。番組の庶民的な特徴が失われ、NHK の番組を見ているような感じが避けられず、残念です。 大谷に関しては、イットのキャスターだけでなく、昼帯、午後すま、ミヤネ屋などの番組に参加する人々も、大谷症候群にかかっているのは、間違いありません。これが私を心配させることさえあります。ダルビッシュはどこに行ったのでしょうか大谷の試合に関しては、NHK が放送していると思うので、他のテレビ局が、大谷の試合を放送する必要はないと思います。 ワイドショーのような朝の番組を見る人々は野球を見るよりもセレブリティのニュースや生活のコツを見たいと思っています直接見ることができない働く人々にとっては夕方のスポーツニュースを見るだけで十分ですこんなに大谷のことを多く放送するように要求している視聴者が誰なのか知りたいです毎年年末には朝のニュース番組での総放送時間に関する報告があります今年は大谷が圧倒的にトップになるようです昨年も2位でしたが WBC を含めると トップになります。そうであれば、午後と夕方のニュースの放送時間も知りたいです。嫌なら見るな派の人々に、これがどれほどひどいことかを明確に示したいです。私は、青いミノルがますます誤解し、自己満足になっていると感じています。全打席とは、全打席と全投球という意味ですか新居についての誤報に対して謝罪するために、他の誰よりも詳しく大谷の打席を報じることで、許してもらいたいと言っているそうです。しかし実際には、主婦たちは、全打席に興味がありません。 彼らは、ホームランを見て、安心したいだけです。フジテレビは、また無意味なことをしようとしています。NHK から解雇され、落ちぶれたテレビ局に採用された男が、どんなに自己満足しても、結局は困難な状況に追い込まれるでしょう。日本社会は、ルールを守らない人々を好みません。従って、その誤解は長くは続かないでしょう。その上、青いミノルは、フジテレビの社員ではありません。彼に謝罪させることは妥当ですかそれは、あまりにも誠実さに欠けていませんか 通常、社長が記者会見を開いて、謝罪すべきではありませんか大谷選手側は満足しているのでしょうか夜に失敗した打席まで放送するのは、不快な行為ではないでしょうかホームランが出た時だけ、簡潔に放送すればいいのです。その日に成功した打撃がなかった場合でも、5回の失敗打撃について、時間を費やす必要があるのでしょうか富士テレビが謝罪したにもかかわらず、日本テレビは無視して関係ないと言っています。これは、日本テレビによる隠蔽です。 彼らの経営陣は親切なアナウンサーに依存して何もしません。彼らはすぐにジャニーズと最低形式、世間の印象に逆行しました。どう考えても問題がなければ彼らは謝罪しないし、このような事態が繰り返されることで謝罪と調査は形式的なものに過ぎないことが明らかになります。少なくとも外から見れば誰もがそう見ています。メディアはまず正しく自覚する必要があると言いたいです。 しかし、彼らは真摯に目覚めたくないか、実際に目覚める方法を忘れてしまったのかもしれません。いずれにせよ、彼らにあまり関わらない方がよく、大谷の拒否の決定は完全に正しいです。放送局のアナウンサーが頭を下げて謝罪し、問題が解決したと考えることは理解できません。他人が秘密にしたい個人的なことを公開し、番組の冒頭で謝罪するだけでは許されません。会社のより責任のある人物が謝罪すべきです。 これまでずっと慎重に考えず、結果を気にせずに、プライベートな空間に入っていくインタビューの態度には疑問を抱いてきました。私が大会の責任者だった時、プライバシーの問題があり、反対した時、彼らはそれが公衆の知る権利だと言いました。彼らは周囲を尊重せず、他人の名前を読み上げたり、上司や責任者に会いたいと言い張ります。その有名なアナウンサーのその時の態度と行動は忘れられません。まるでインタビューのためなら、何でもできると思っているようでした。 フジテレビはテレビで謝罪するだけで個人の家を公開したことを補うことができると考えているのでしょうか報道の自由を考えると恐ろしいです。週刊誌も彼らが精密な調査を行い確実な情報を得たと言いますがそれがどうしたと自問します。精密とされるその調査に誤りがあったとしてもメディアは責任や罰則を負うことはありません。彼らは大谷選手の家を公開し警告を受け調査に対して軽い罰則で終わりました。 結果的に、いくつかのスポンサーの支援を失っただけです。私は、報道の自由が必要だと思いますが、個人のプライバシーを侵害したり、彼らの生活を脅かす記事には、罰則が必要です。また、現時点での謝罪も遅すぎます。これは、上司が記者会見を開いて謝罪するべき問題です。さらに、ドジャースチーム自身も、これを深刻な問題と考えています。 安全面を考慮して、その新しい家は日本人が少ない場所に選ばれましたが、今では大谷がそこに住まなくなる可能性があります。テレビの放送枠は有料、高額です。しかし、テレビには公共性があるため、ほぼ無料で提供されています。言い換えれば無料のように見えて、実際には税金で支援されています。今回のように、メディアの力を乱用する行為には公共性がありません。これは日本テレビ、NTV がテレビを通じて、 寄付金を横領したことを含め、放送を停止するに値する事案だと思います。TBS とテレビ朝日も同じです。だから NHK を含む全てのつぼねは、放送を停止すべきだと思います。指導責任のある総務省も、この件に対して、真剣さが足りないと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。